昭和寺に来たんですけども、全然朝まずんでこんがよね。だからちょっと日が出るまで、いやめちゃくちゃ曇っちゅうぎ、もうちょっと明るくなるまで穴ずってみようかなと思って、パックロット持ってきたんで、ちょっと時代が来るまで穴ずってみます。餌は前にサビキで釣ったサバの切り身を、切り身じゃない、クリップエンドはね、穴ずるの時はいりません。ポケットに入る気最高やん。よいしょ。もちろんリールもダイソー。餌はね、前サビキで釣ったサバです。これを切り身にして使います。ナイフと針はオフセットフックで、あ、これに呼ばんわ。仕掛けは、はい、使う仕掛けは今回こちらですね。自家製のブラクリ、ちょっと市販のものよりね、重りを大きくしております。じゃあ行きますか。穴は前にね、爆張した穴があるわよね、こっちの方に。どこやったっけ、濡れちゅうな。前に同じ穴だけで爆張した伝説の穴があるわやけど、どこやったっけ、この辺やったような気がするわやけどな。あー、ここでやってみろか。よっしゃ。おっ、ぬるぬるだ。この塩漬けしたサバを冷凍しちょったわやけど、これを針に刺して落とす。ぬるぬるだ、毎回手にダメージが。ここやね。おお、これはええ穴や、ええ穴や、なかなか深い。あれ、あ、来た、当たり。今一発当たったけど、こんなにええ穴ないのに、こんなもんかい。もっと来るぞ。ああ、来るね、来るね、来るね。これガシラちゃうわ。これガシラちゃうわ。もっとおるはずやけど、あんまり沈んでない。ああ、来た。はい、来た。上の方に来た。はい、あざまーす。結構上の方に寄った。じゃん。なんちゃ釣れんよりはよかろう。自作ブラクリでガシラ釣れました。大きさは13センチ、なかなか小さい。ちょっと同じ穴で何度かやってみようと思います。リリースは外に、ほい。同じ穴にはもう逃がさん。次はさっきの半分、尻尾の方。もう分かったわよね、そこまで落とさんで。ほら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 、え、ベーラーやった、ベーラー、ガシーかと思ったよ。ベーラーやった。サバスッと取られた。2匹目まさかのベラでした。サバの下半身一瞬で抜いてますね。まあこれ逃がして、じゃんじゃん同じ穴やっていこうと思います。ちなみに穴はこれです。ちょっと流れがきつうなってきましたが、まあ、自作のブラクリ、市販のより大盛りでだいぶ大きくしてるんで、もうちょっとやってみましょう。見てみよう、この歯を。はい、ごめん、落ちた落ちた。オッケー、リリースということで。中層におる魚。
これ早取り。はい、来たはい、来た今度は頭。サバが毎回の奥がなんとかなるのか。面倒いかやけど。ありがとうございます。同じ穴、3匹目。同じ大きさやね。10センチちょい。12、3。上の方ですぐ食うけど、あんま大きいのおらんき、もう一回そこまで落とす。頑張ってそこまで落とす。あ、早切れ中、途中で。落ちる前に食われた。4匹目。ちょっとだけ大きくなったかな。同じ穴です。あ、またサバ抜いた。4匹目、ありがとうございます。いいね。でもここちょっと危ないき穴変えるやっぱりもうちょっと安全なくない。伝説の穴どこやったっけこれ。いやこれ違うな。もうちょっとちょっと別穴探そうか。ニューワールド探そうか。ニューワールドなかなかないがよね意外とね。よし、こんなナイフ持ってうろうろせられるんだよみんな。富士壺でか。富士壺がバケモンバでかいぐらいか。原始時代か。この辺ありそうやで。ないな。なんか安全な穴がないな。安全な穴を推奨したい。私ども安全な穴をお届けしたい。ちょっと一旦あれか。一旦基地に戻って壁際やってみる。最も安全と言われた壁際の穴。ここよね。ここで釣れたらね、楽長いよね。座れるし、最も安全と言われた壁際でやってみます。やっぱり立てろ。一旦中層で。当たりがない。沈める。おらんが？おらんね。来たー来たー。でかいでかいんじゃないか。そうでもなかった。ああでもさっきは大きいじゃない。5匹目壁際。よしここでしばらくやってみよう。穴で釣って穴貝に逃がす。ちょサバ返せ。サバ返せ。よしサバ返ってきた。オッケー。いいね。穴で釣って穴貝に逃がす。穴に入っちゅう悪いやつを穴から出す。行きましょう。ここです。ここに見つけました。最も安全と言われる壁際の穴。あ、当たった。下まで落とす前に当たって餌取られた感じ。やっぱりね。よっしゃ、ここはね座ってできる。あー、持った下の端までいかん。おい、やばい、でかい。あ、無理だ。やっぱりだ。真っ赤っか、超でかかった。よっしゃ、よっしゃ。何匹釣れるんだ。これはもう数えてない。同じ穴でねずっと釣れるがよ。最後まで見てくれたあなたに特別なお知らせがあります。もう少し待ってください。この後すぐに特別発表いたします。あ、それはそうと、こちらの方が次のおすすめ動画関連動画となっております。またよろしくお願い。